内ももの筋肉をギュッと収縮すると効果が10倍ぐらい変わってきますから。皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は下腹腰回りのお肉、さらには太ももの太さまでまとめて解消をしていくカエル足の立ち腹筋をご紹介していきます。というのもたった一つのポイント、これを押さえておくだけでボディラインは一気に美しく変わっていきますから、ぜひ最後までご覧ください。早速解説をしていきたいと思います。人の体は骨盤の底から内臓を持ち上げる骨盤底筋群によって下腹がぽっこりしないように常に支えられています。これが現代人、特に女性というのは骨盤の幅が広いですから内股になりやすい。そうすると骨盤底筋群が緩んでしまって内臓が下がったり、人によっては尿漏れだったり下腹腰回りの脆肉につながってしまいます。そしてお腹の支えを失った分、負担は全部足に来ますから、どん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 歩くために太ももが筋トレ状態になって太くなってしまう、こういった負の連鎖に陥ってしまいます。これを断ち切っていくには、この骨盤底筋を収縮させることによって下から内臓を引き上げて薄いお腹を作るっていうのが大事なんですが、急に使うのは難しいです。そのために大切なポイントとしては内もも、内転筋です。この筋肉は骨盤底筋群と機能的に連結をしていて、内ももの筋肉をギュッと収縮すると骨盤底筋も一緒に引き上がってくれます。というふうに聞くと内ももをギュッと締めればいいのかなと思いやすいんですが、これが一つ落とし穴があって、特に骨盤の広い女性、内股気味の女性は内股に股関節をねじることによって骨盤底筋は逆に緩んでしまうという性質を持っています。ですからここで大事なのがカエル足、つまり股関節をガニ股に開くこと。そうすると内ももも締まりながら骨盤底筋もぐっと引き上がってきます。なんとなくねイメージだけしてもらうといいんですけど、内股にすると中の筋肉が緩んでしまうような感覚、鋭い方は感じられます。逆にガニ股にしていくと中がぎゅっと引き上がっていくようなイメージができるはずです。ただこれって本当に具体的にイメージがつかめるかどうかで効果が10倍ぐらい変わってきますから、今日は分かりやすい内臓 T シャツを使って解説したいと思います。というのも先週ですね、オンラインで学べるストレッチの学校、僕がライブレッスンで皆さんの質問にお答えしたり、 YouTube よりもさらに詳しく説明や解説をしているグループがあるんですが、そちらで説明するときに使った内臓 T シャツがめちゃめちゃご好評だったので、今日はそれを使って解説していきます。ちょっと内臓系とかねグロいのが苦手な方はスキップをしてもらってエクササイズから入ってください。お見せしますね。はい、こんな感じで内臓がお腹の中に詰まっています。これを底から支えているのが骨盤底筋群。やはり緩んでしまっている方というのはお腹がドーンと出てしまったり、食後にポッコリしてしまいます。さらにこの上にあります横隔膜という膜、焼肉でいうとハラミの部分、この筋肉が収縮することによって息がスーッと入ってくるんですけども、やはりこの時も骨盤底筋が緩いと吸う時に縮んだ横隔膜の圧力に耐えきれずに骨盤底が抜けてしまってポコッとお腹が出てしまいます。ですから内股で太ももが太くなっている方は骨盤底筋が抜けていること多いです。そうなると息を吸うたびに腹式呼吸になって下腹がポコッと抜けてしまうので、どんなにトレーニングをしてもなかなか締まってくれません。ですから今日のエクササイズとしては2ステップです。まずはガニ股、カエル足にしてしっかり内ももや股関節を使うようにしてから、この感覚を保ったままでの立ち腹筋、これをすることで一気にお腹が締まっていきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい、ではカメラに手をついて大きく股関節を回すところからしっかりとほぐし運動をしていきます。体を安定するようにですね、最初は手で支えを作ってもらっていいです。そして骨盤の高さ極力変わらないように股関節をほぐすだけ。体幹部や股関節が弱い方はどうしても体の傾きが大きくなってしまうので、だってできるだけですねこういった歪みが出ないようにまっすぐ平行を保って動かせるようにしていきます。しんどくなったら一回一回休憩してもらってもいいですよ。選んでいきましょう。はい、今度は反対側いきます。逆側も上げるときに腰が丸くなりやすい人はしっかり背筋を伸ばしたまま、ではいきましょう。30秒間一緒に頑張ります。はい、大きく息を吸って吐いて、慣れてきてて余裕がある人は手を離してもらってもいいです。手を固定すると体幹部でバランスを取りますから、バランス能力アップにもつながります。目いっぱい吸って吐いて、吸って吐いて、ここら辺がだるくなったら正解です。股関節や下っ腹 OK。 はい、今度は今開いたこの股関節しっかりと45度ずつ開いていきます。この状態で人差し指とお皿の向きを揃えて
曲げ伸ばし。はい、この時内ももぐーっと締めましょう。締め上げる、カエル足です。はい、ここでお皿が内側に入る人、これ NG です。足歪むし骨盤底筋抜けてます。太ももが太くなってしまうので、必ず人差し指とお皿の向きを揃えて、この状態で締める時にギューッと内もも引き上げる。この辺りにめちゃめちゃ力が入ってくるはずです。この感覚があれば足のライン綺麗に変わってきます。はい、この感覚のまま45度ずつ足を開いたら、このまま足を後ろへ伸ばす。はい、バレエの動き単純と言いますが、ここでつま先や膝が前を向いちゃう方、これがですね良くない。できるだけ今はあえてガニ股のままお皿が外側向いてます。前向いちゃわないように気をつけて、でこのままでね上げる、そうやったら上げるとお尻がギューッと硬くなります。疲れてますか？はい、きつい方は無理しないで、余裕があってスペースまだいけるよって方は高く上げてみると、よりお尻に効いてきます。はい、頭を打たないように気をつけましょう。今度は反対側ですね。逆も同じようにガニ股のまま、ちょっと僕だけ向き変えますね。ここをしっかりと後ろに伸ばす。よいしょ、お皿が外向き、おへそがついていかないように必ずへそは正面向けたまま、できたら両手とかをね壁とかについておいてもらうといいかと思います。だって骨盤ごとね体が横に開きやすい、極力正面いけました。はい、でこのままちょっぴり高く上げていくと、ここお尻に効いてきます。お尻がしんどくて正解。余裕があったら足が高く、はい OK。 で今度今開きました股関節、カエル足のまま横腹腹筋を使っていきましょう。はい、では行きます。目いっぱい息を吐いて、でここを使います。今はあえてこの脇腹縮めていいですからね。腹斜筋、ここを使って締める。息を吐いて、吸って、吐いて、吸って。呼吸は止めずに深く長く。よいしょ。きつい時は休んでもいいし、余裕があったら早くしてもいいです。これは選んでいきましょう。これもねバランスを取りながらですね。何か掴めるところがあったら掴んでもいいですよ。しんどい。今度反対側行きましょうか。逆側、肘と膝を近づけます。股関節はガニ股ね。はい、軸足もね、まあ、正面もしくは45度ぐらい、膝とつま先の向きは揃えてます。このまま頑張っていきましょう。はい、慣れてきている方は意識できるところを増やしていきますね。軸足だったり使っている脇腹、そして股関節の開き具合、意識できるところが毎回1個ずつですね、増えていきます。はい、深く吐いて吸う、吐いて吸う、まだいける。OK、 はーいです。では今度は、お皿つま先の向きとお皿の真ん中揃えてツイストしましょう。目いっぱい息を吐く、吸う、吐く、吸う。でこの時に膝の向きは変わらない、しっかりと胸がねじれる。はい、この時内ももとかお腹が締まる人は膝を固定した状態、内ももの筋肉と腹筋がギューッと使えてます。それに対して足が太くなったり膝が痛くなる方というのは、つま先や膝がなかったら動いちゃいます。出ないように必ず膝を固定した状態です。反対側も同じようにいきましょう。息を吐いて吸って、吐いて吸って、ちょうど斜めに来ている脇腹、この辺り使っている感じがありますが、しっかりと肩と骨盤を近づけるようなイメージでねじる。脇腹の筋肉が喜んでますね。使っている感じ、熱くなるような感覚あってもいいですよ。よし、OK。で今度はここからですね、ツイストの動き、肘と膝を近づけていきます。この動きですね。せーの、よいしょ。目いっぱい吐いて吸う、吐いて吸う。これは少しねあえて内股になってます。体の動きってバランスが大事で、ガニ股ばっかりじゃなくて内股もバランスよく入れていけると
より効率的に体が変わっていきます。自分の体に合わせた種目を選べるようになっていきましょう。何をするかよりも何を選べるかの方が大事ですね。あー、OK、今度は反対側です。結構お腹冷えてきてますね。今度は逆側も足上げて上半身をツイストしていきましょう。せーの、ふう、めいっぱい吐いて、す、吐いて、す、はい。で、今日はですね、動画の最後の方に、お知らせがありますので、ぜひとも最後の方までご覧くださいね。ふう、めいっぱい呼吸は続けて、はあ、自分の呼吸の音聞こえますか？呼吸した方がお腹も細くしまいます。体幹も強くなりますよ。もう一息。OK。いやー、結構疲れてきましたね。今度は足を引きながらツイストの動きをします。しんどい時は休憩してもらってもいいですからね。よいしょ。せーの。ねじる。バランスが難しいっていう時は足を引いたまま、このままねじるだけでもいいです。はい、前のお皿の向きは変えないで、ずっと同じまま、余裕があったら深く、せーの、よいしょ、ねじりを加えて、自分のかかとを見れそうやったら見ます。バランスが難しいという時は目線をまっすぐ向けたままでも OK。 はい、いいです。今度は反対側いきましょうか。逆側にツイストしながらバランスの能力も鍛えられます。よいしょ、脇腹を使ってもう一息。はい、辛すぎるときはお休みでもいいですよ。無理はしなくてもいいけど、ちょっぴり昨日の自分よりも1ミリ頑張って少しずつ成長していきましょう。よいしょ、足腰も鍛えたい方は深くツイスト、深くツイスト、オッケー、はいです。はい、しんどかったけどかなりお腹使えるようになってますね。このように美しく健康になりたい方のために、直接皆さんの質問に回答をしているオンラインで学べるストレッチの学校ユーフィット、概要欄の方から1週間無料体験できますから覗いてみてください。そして今日の動画いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。はい、最後おまけコーナーになるんですが、今僕がやってるオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT、 この中で骨格模型を使った説明などをね、たくさん入れてるんですが、その中で生徒さんにですね、ぜひとも骨格模型に名前つきましょうっていうお声をいただいて、そこで皆さんにアンケートを取らせてもらいました。その中で、たくさんいただいたお名前ですね、僕もこれいいなと思った名前があったんで、命名をしました。その名前はですね、博士です。はい、いろんな、ね、気づきをくれますし、何よりもね、博士っていうのお名前はですね、日本人のアーティストの方ですね、バイオリニストの方の博士太郎さん、もうね、なんかこう世界でも活躍されてますし、日本だけじゃなくて海外にも本当に世界中にね、健康を届けたいなと思って、もう何年も前からいろんな準備をしたり、海外のテロップを入れることによって世界中の人にね、見てもらえるようになりたいなっていう思いもありましたので、英語表記で博士というお名前にね、させてもらいました。これからももちろん日本でもそうなんですが、世界中にもね、健康を届けていきたいなと思ってますから、ぜひ皆さん動画のシェアだったりいいねとかいただけるとすごく嬉しいです。それではまた。